パワーアップ、私のターン。あなたに私の相手が務まるかしら。やるよ。よーし。相手は誰？本気を出させてもらうわ。始めていいの？頭の悪い。誰にしよう。ワクワク。おお、やっちゃったから。死にゆく。相手は誰？クラッシュ。どうしてあげようかしら。破れるというのか。あなた出てる出てる。今日の私本気だから。ワクワク。あなたどうかな。バカかもね。本気を出させてもらうわ。これがいいのかしら。耐えてみせなさい。攻撃など。ワクワク。よし、私の番ね。体にいっぱい本気を出させてもらうわ。始めちゃっていいの？そう。渋滞をさらすがいいわ。無駄だ。私の番。攻撃など。せい、怒ります。何さあ、どうしてあげよう。無駄だ。耐えてみせなさい。さあ、気合を入れていくわ。何、絶対に許さないよ。させてもらうわ。みんな滅ぼす。さあ、気合を入れていくわよ。聞かぬ。耐えてみせなさい。ガリアクラッシュ。聞かぬ。切り合っちゃうんだから。ま
皆滅ぼす。決めさせてもらうな。このチーム、ゲーム業界の悪くはいけない存在。このチーム、攻撃させてもらうわ。本気を出させてもらうわ。このチーム、耐えてみせなさい。攻撃など、これで何を決めさせてもらうわ。本気を出させてもらうわ。いつでもいけるよ。みんな滅ぼす。握り合っちゃうんだから。いいの、お決めさせてもらうわ。今のうちね。滅ぼす。まあ、みんな滅ぼす。耐えてみせなさい。よーし、滅ぼす。みんな滅ぼす。私の番。さあ、気合を入れていくわよ。決めさせてもらうな。ゲーム業界で悪くはいけない存在なの。やるよ。絶対許さないよ。っていいの、私は女神を超えた存在なのに、どうして。また撃つ。マジコンヌ、いや、見て、けど、そんなこと、その通りです。はた、何のんきなこと言って。だから、マジコ…ネプチューヌさんの気持ちはすごく…いいえ、不可能をか…それは…シェアと、人々も…ネプネプガスですが、それは確かに、けど、ありがとう。コンパさんもアイエフさんも何を言ってるんですか。ネプ、こうなったネプ、かき、アイちゃん、コンパ、イースもお願い、必ず約束するわ。約束ですよ。嘘ついたら針千本入ったプリンを食べさせるですよ。それは勘弁ね、アイちゃん。私を誰だと思っている。その言葉絶対よ。さあ、光、はあ、ですが、だからって何も私たちツンデレオツ。でもなら今の私たちマジコンヌみんなで、ま、何、あなたのだけではありません。おそらくですが、かつてネプコ、感じる、その思い、ホロベシェアの力に不可能なんて。真剣に戦うよ。これで何をされてもへっちゃら。また本気を出させてもらうわ。始めちゃっていいの。この手を攻撃など耐えてみせなさい。うずうずワクワク。破れるのか。マジコンヌとの戦いから1年が経ちました。天界で起こった大爆発は、天界がなくなってしまった今では行けなくなったという。あの時、マジコンヌ、他の女神様はという、しばらくすると一人
そしてマジェコンヌや魔王ユニミテスが乗ってきれば、これからせっかくのエンディング、ノワール様。ありがとう。はい。さすがラステ。ノワールさん、ハライストは。はい。ところで、彼？思い描いてた。もはや私がブラン様に尽くす。けどノワールさん、そんなことわかってる。雨の中。けど。あり。な、そ？師匠の。ただいまーって。お久しぶりです、ユニさん。当然よ。へえ。私だってこのとか言って。あれはね。まったく。だって。私だって初めか。あなたはまったの。はい。仲が良くて安心。それではもう行っちゃうの？気をつけてね。ベール様。まだマジェコンヌとの戦いの疲れ。昨日も。お仕事なら。いや、緊急警報は緊急クエストが。何に。そんな。いや。最近ベール様難しい。いっぺんはブラン子どめいつか。ああフィナンシブラン様。あせっそういえばはう、もうイエーイ大当たりラムちゃんすごい。いい加減会うたびに。いえつまらん。イーソンさん。はい、ブランさんの様子を見。お姉ちゃんに頼まれたおつ初めての。それはすごいです。はーい。こんにちは。はい、お待たせ。あ、そうです。それいいか。いい。もちすうん、どうした。今そらみ。そうですよ。うな、何？じゃじゃーん！みんな久しぶり！そうだよー！みんなのネプネプが満を持して帰ってきたんだよー！はあ！おー、よしよし、コンパ！てか、ほんと生きてたな。ごめんごめん。ほら、展開って携帯のアンテナとかないしさ。けど、な。そうですよ。もう勝手に人を殺さないでよ。展開なら地上とのゲートが壊れたぐらいで無事だし。もしかして初めは変身して飛んで降りてきたんだけどね。それで変身が解けて落ちてきたと。ちゃん大正解。必ず帰るとは言っていましたが。屋根の修理代。あ、そうだ、みんなに紹介したい人が。しょ、そうそう、まさか。ああ、すまない、こちらに女神が一人落ちてこなかったか。誰です。ああ、久しぶりだな。あなたも無事だったんですね、マジコンヌ。確かによ、まさに毒気が抜けたって感じだよね。よかった。力に汚染されていたとはいえ。まさか。だって約束したじゃん。確か帰ってき。ちょっとちょっと、ヒッパの時はすっごい信じてくれてる感じの雰囲気だったのにさ。ああ、